Hi buddy, this is Aino. In this video, I share a premium matchmaking experience at Kaminoesa in Asakusa. Let's go! Today, I came to Kaminoesa. This is a matcha specialty shop. It offers high quality matcha and matcha products. We can enjoy very tasty matcha food. And this shop offers wonderful experience, which is premium matcha making. So in this video,I'm gonna visit Kaminoesa and see what kind of matcha experience we can have. I'm sure it's gonna be amazing. Okay, let's get started. Please subscribe my channel. では改めましてよろしくお願いします。今日担当しますツールギアと申します。今日のお抹茶体験は、茶道体験とはちょっと違います。っていうのもうちのお店のコンセプトが良質な抹茶は苦くないというのがコンセプトで、その中で今日は抹茶を楽しんでいただくというのが今回の体験のテーマでございます。でまず最初にビデオを見てもらって、その後にこの石臼でお抹茶を引いてもらいます。でその後に最後和室に移動してお抹茶を立てて召し上がってもらうという流れでございます。お抹茶の原料となるのは茶の葉、世界中で古くから栽培されています。一番茶のみに使用しています。石臼で引き立てる極上の一服をお楽しみください。ではこちらをご覧ください。ここに書いてあるのはもうすべてお茶でございます。茶の葉ですね。でこちらはですね、もともと茶の木というものから作られています。発酵度合いによって、分けられています。で発酵していない不発酵茶のことを緑茶と言います。そして半分発酵させているお茶をウーロン茶で、発酵させ続けたもの、完全に発酵したものは紅茶と言われています。でこの緑茶の中でも2つの種類に分けられるんですね。でその2つの種類の分け方があちらをご覧ください。さてこちらの、写真の上に黒い膜がしてあるこちらの畑のことを僕たちは大石田園って言います。で大石田園っていうところで作られているのがかぶせ茶、玉露、そして抹茶の素の天茶、この3種類がこの大石田園という畑で作られています。で今度こっち側の段々畑をイメージしているこちらの畑、黒い膜がしていません。この畑のことを露天園って言います。簡単に言っちゃうと、本当に直射日光を浴びせて作るこちらの畑、ここで作られているのはメインが煎茶というお茶でございます。自動販売機とかでよく、出てくるペットボトルのお茶、ほとんどこの煎茶を使用しています。見てみましょう。じゃあまず最初にこちらのハンドルを握っていただいて、反時計回りに回していただきます。速度はだいたい3秒間に1回転ぐらいで回していきましょう。じゃあどちらでもいいです。利き手で持っていただいて、反対の手で押さえましょう。で反時計回りに回してってください。はい、でだいたい3秒に1回の割合ぐらいですね。1、2、3、1、2、3、そうです、それぐらいでいいです。で今どんどん下に出てきているのが抹茶の粉でございます。でちなみに上に乗っているのが抹茶の元になる天茶というお茶です。あ、いい感じに早いですね。もうちょっとゆっくりにしましょう。もうちょっとゆっくりにしないと目が粗い抹茶ができてしまうので、こうやってゆっくりやることによって細かい目のお抹茶ができます。なので美味しいお抹茶に作れますよ。こんな感じですか。はい、いいですね。それでは次のお部屋に行きましょう。はい、こちらが抹茶碗というものでございます。この抹茶碗、表面と裏面がございます。絵が描いてある方が表面、絵が描いてない方が裏面です。なので絵柄が描いてる方をお客様に向けてお渡しするということでございます。今度こちら茶筅って言います。この茶筅、1本2本3本3本指でがっちりと持ちます。で動かし方としては手首だけを動かしながらこのように使っていきます。
で、これ NG があります。この抹茶碗の底にグッと押し付けてガリ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 ってやるとすぐ折れてしまうので、優しく取り扱ってください。さあ続いてはこちら、夏目って言います。このように中には抹茶の粉が入っています。でこの抹茶の粉を取るのがこちら、耳かきじゃありません、スプーンです。茶杓って言います。これが1杯取るとだいたい、この大盛り1杯だいたい 2g って言われているので、今日は2杯入れていきましょう。じゃあ入れていきます。はい、じゃあ1杯目で2杯入れていきますよ。はい、ありがとうございます。はい、okay, I'll put the matcha powder into the matcha bowl. How much? どれぐらい入れればいいですかね。山盛り、それぐらいでいいです。もうちょっと折ってもいいかもしれない。もうちょっと、はい、これぐらい。あ、これぐらいでもうグッドです。Okay. This much size of matcha powder, I'm gonna put it into the matcha bowl. こんなもんですか。はい。はい。はい。じゃあここに今水を用意したので、この水を中に全部入れちゃってください。はい。Okay, I'm gonna pour the water all into the matcha bowl.Like、this. これ茶道ではやらないことなんですね。はい、茶道だと全部あの温かいお湯で作るんですけども、うちではこのように、まあ、最初に水を入れます。はい、でこの茶筅でこれをぐる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 ミックスしていって、ね、ペーストを作りましょう。はい、最初は回して大丈夫です。Okay, I'm gonna mix up matcha powder with a whisk and I'm gonna make matcha paste. Like this. Can you see?これどれぐらいの濃さだったらいいんですかね。あ、もうこれぐらいで大丈夫です。Okay. I've done it like this much. It's really thick. で、ここにお湯を入れていきましょう。Okay, we're gonna pour the boil water. じゃあお願いします。はい、じゃあ入れていきます。引きですよ、引きで。じゃあ入れます。はい、ではできました。はい、ありがとうございます。はい、あれ、これが私の方でしたっけ。そうです。はい、じゃあこれこっち。この This cauliflower is gonna be heading to me, so I'm gonna put it over like this. Okay, let's start making. 次はこの3本指で持っていただいて、そのまま数字の1っていう字を書くように動かしていきましょう。はい。Okay, I'm gonna using thumb and index finger and middle finger, these three fingers, and I'm gonna mix up matcha and with like lighting number one, number one, number one, like this.With using my list. で最初に大きい泡をいっぱい作っていきましょう。And I have to make big bubbles to make it really smooth. でもう間もなくできます。この大きい泡をこの後どん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 潰していきますよ。で最後ひらがなののっていう字を書いて真ん中から抜くとふわっと泡が立ちます。I'm gonna mix up all the matcha powder and I'm gonna move it really, really quick list. Wow, it's so hard. これ大変ですね。はい。すごい、すごい大変ですね。めっちゃ、Wow, this is tough work. My hand is already exhausted. I can make it that much smoothness. Can you look at the camera like this?It's not enough. もうちょっとやった方がいいですかね。そうですね。でもいいぐらいですよ、もう。それであとは泡を潰せばきれいになる。I'm so tired. I'm so tired. で最後は脳を描く。もうちょっとだけ表面だけ優しく優しくやって泡を潰すんです。で最後、あ、もういいかな、全部大きい泡なくなったかなと思ったら最後ひらがなの。のOkay, so I made big bubble, so lastly I'm gonna touch, gently touch on the surface and crush the big bubble and make it really smooth bubble, really smooth, creamy surface. これすごくないですか？わー、ほんとだー。これすごい。The comparison between mine and his, Tsurugiya-san's,matcha is completely different. This is much better. It's amazing. So these are comparison between matcha master's matcha. It's Tsurugiya-san's matcha. And this is I made it matcha.
These two looks really nice, but his matcha looks amazing. It's really smooth and looks so nice. And it smells, wow, so good. And how about mine? It's not that bad, but it's too rough and bubble is too much, you know? Wow, his matcha is amazing.じゃあもう普通に飲んでいくんですけども、はい、まず左手でこのように持ちます。はい、左手で、はい、はい、で右手を添えます。添えます。そしてそのままいただきますで、ね、いただきましょう。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。わー、おいしい。 It's so good. It's so flavorful. It smells so rich of matchaSo this is traditional Japanese snack. It's called wagashi. Wagashi is very traditional and our favorite. It's our historical Japanese snack. It's made by some sort of Japanese stuff. And outside is gyuhi. It's slightly similar with mochi, but it's thicker. And inside is bean paste, but it's white bean paste. It looks really good. It's made like Fujisan, Mount Fuji. So that's more like, it's very beautiful. これどうやって食べればいいですかね。これはこの竹串で、はい、こっちがナイフになってるんで、これでカットして、はい、刺して召し上がると、はい、ありがとうございます。 So we're gonna use this stick and one the other side is kind of knife. So I'm gonna chop it, like slice it into half, into two pieces, and I'm gonna poke it and we're gonna have it. いただきます。うん、 It's so sweet. It's so good. うん、It's slightly sweet, but it's a gentle sweetness. This is so tasty. The combination between Japanese snack, wagashi, and also matcha. These are good. ではありがとうございました。で、最後にこちらなんですけれども、お土産品が 10% オフになるクーポンでございます。1回でいろいろお土産品買ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。So this is the end of the experience and I got voucher. This is 10% discount coupon. So let's get and find good souvenir. Okay, let's go fast for her. How was the premium matchmaking experience? It was so fun and great experience for me. And I got matcha flavored almond pancake. It looks so good and smells, wow, it smells so good of matcha. Okay, let me try. This is so nice. After the experience, we can get 10% off discount coupon and I got wonderful souvenir for me. This is really good.This is my recommendation. So this is all for today. If you like to have wonderful matcha experience, come to Kaminesa and enjoy it. I strongly recommend it. Okay, this is all for today. See you in the next video. Bye. I hope you enjoyed my video. These are my recommendation videos that you may like. Please click like button and subscribe my YouTube channel and follow my social medias. This is all for today. Have a good day and good night. Bye.